1963年鈴鹿で開催された第1回日本グランプリに、ほとんど量産仕様のままのスカイラインスポーツで参戦したプリンス軍団はなすすべもなく敗退した。このままではプリンスの名が廃る。翌年のグランプリに向け計画が始動した。その結果、軽快な小型セダンスカイライン1500のホイールベースとノーズを20センチ延長し、グロリアの6気筒2リットルエンジンをぶち込んだ掟破りの新型マシンが誕生した。その名もスカイライン GT である。スカイライン GT はこの車体とエンジンの組み合わせだけでも化け物だったが、オプションもすごかった。その真骨頂が3機のダブルチョークウェーバーキャブレター。バレルの数なら合計6本、つまり気筒ごとに専用キャブを持つという徹底ぶりだ。その結果生まれたパワーは125馬力で、最高時速は180キロに達した。さらにフロアシフトの4速ギアボックスにはオーバードライブの5速を追加設定。リミテッドスリップデフやオイルクーラーなどバトルマシンに必要な装備が惜しげもなく投入された。鈴鹿に姿を現したスカイライン GT はプリンスの7人の侍と呼ばれた名ドライバーたちの手で猛威を振るった。純レーシングカーのポルシェ904に対し、一時は生沢哲がトップを奪うという奇跡まで演じてみせたのである。この改装を記念するかのように1965年2月、オプションだった高性能装備を全て標準としたスカイライン 2000GT が発売された。一般向けのノーマル仕様の GTA に対し、こちらは GTB と呼ばれた。この GTB こそが後の GTR に至るスカイラインの野生の系譜の第一歩なのである。